今回は、好奇心、メールの指示、山奥の廃墟、という話を紹介します。ではどうぞ。おそらく僕はもうすぐ死んでしまうでしょう。きっと心臓麻痺か何かで。でも、病気ではないのです。僕は、されるのです。きっと、話したところで、誰も信じてはくれないでしょう。それでも、ここに僕の死んでしまう、本当の理由を書き残します。僕の住んでいたところには、窓から見えるところに踏切がありました。年間で二人はそこで亡くなります。すべて自殺です。基本的に自分が夜型の生活なので、めったに現場に遭遇することはなかったのですが、運が悪い時には、散らばった肉片を見かけることもありました。もちろん、そういうものは見たくありません。しかし、直接的でない、いわゆる霊的なものは好きな方で、夜出かける時などは、幽霊に出会わないかな?とワクワクしながら、その踏切を渡ったりしていました。しかし、2年以上経っても、そういった類のことには、出会うことはありませんでした。そして、3週間前のバイトを辞める日、同僚たちから花をもらい、飲み会などを終えて自宅に帰る途中、霊の踏切の手前で、自殺スポットに置いてある花束は、自殺者を呼び込む、という、出どころのはっきりしない記憶が蘇ってきました。せっかく同僚たちがくれたものですが、家に持ち帰ってもおそらく捨ててしまうだけ。それならばいっそ、と踏切の横にそっと置いて帰りました。その晩はなんとなく寝つけず、朝方になっても目は冴えたままでした。そしてなんとなく、本当になんとなく窓の外に目をやると、鮮やかな青のジャンパーを着た、50歳くらいの男が、踏切のあたりでうろうろしていました。まさかな、と思いながら、その行動を目で追っていると、と耳慣れた音とともに、遮断機が降りていました。振り返って時計を見ると、ちょうど始発の電車がやってくる頃です。窓の外に視線を戻すと、男は足を止めて、僕の置いた花束をじっと見つめていました。だんだん電車が近づいてきます。男は視線を足元に落としたままです。僕の心臓の鼓動が速くなります。電車はもうすぐそこに迫っています。僕は男から目を離せません。電車が十分に近づいたところで、男は遮断機をくぐり、線路上に立ち、こちらを見上げました。男と僕は目が合ってしまいました。その時、お前ら、という声が耳元で聞こえたのです。次の瞬間、男は電車に吹っ飛ばされ、視界から消えていました。僕は恐ろしくて振り向くこともできません。きっと幻聴だ。昨晩あんなことをしたから、聞こえた気がしただけだ。そう自分に言い聞かせながら、ゆっくりと後ろを振り向きました。そして、思った通りそこには何もありませんでした。ただ、なんだか鼻をつくつんとした匂いが、一瞬したような気がしましたが、その時はあまり気にしませんでした。しばらくの間ぼーっとしていると、パトカーや救急車のサイレンが聞こえ始めました。これから数時間は、警察なんかが慌ただしく作業を行うはずです。こういう場合は、目撃者として名乗り出るべきなのでしょうが、正直、面倒ごとには巻き込まれたくないという思いで、黙っていることにしました。きっと目があったというのも、僕の思い過ごしだろう、と決めつけることにしました。とにかくすごい光景を見たことを、友人に報告しようと思い、携帯を探していると、という何かが落ちる音が、玄関の方から聞こえてきました。何が落ちたんだろうと扉を開けると、お気に入りの靴の横に男が落ちていました。正確に言えば、男の首と足とどこだかわからないかけらです。僕はおそらく一旦そこで気を失いました。次に目覚めた時には、玄関に男のかけらはありませんでした。ただ、ツンとした匂いが周囲に漂っていました。僕は財布と携帯だけを持って家を飛び出し、近所の友人の家に転がり込みました。ただ、事情を説明すると、家にいるのを嫌がられてしまうかもしれないので、今日はバイトも辞めて暇なので、遊び相手を探していたということにしました。そうして、一晩その友人宅に泊めてもらおうと、考えていましたが、夕方になってくると、あのツンとした匂いが部屋に立ち込めてきました。とりあえず人気の多いところへと思い、友人に24時間営業のファミレスへ行こう、と提案しました。そして、ファミレスに行くことになったのですが、どうせならということで、他にも友達を数名呼ぶことになりました。人間というのは不思議なもので、たくさんの人に囲まれると安心してしまうのか。30分もすると、とてもリアルで生々しかった今朝の体験を、実は自分が作り出した幻覚なのではないか、と疑い始めました。そして、3時間もするとすっかり今朝のことは忘れて、友人たちとバカ話に花を咲かせ、楽しく笑っていました。しかし僕たちの席に来る、ウェイトレスの様子がおかしいことに、僕は気づきました。よく注文を間違えていたし、皿を下げる時も、
やたらとせかせかと急いでおり、そのせいで皿を一枚落としてしまいました。それを、落ち着きがない子だな、程度に、思っていましたが、僕の皿を下げるとき、目が合うと、ひ、と小さく声を上げたのです。僕はとても嫌な感じがしましたが、どうすることもできません。結局深夜1時には解散することとなり、みんなそれぞれ帰り自宅を始めました。そこで僕もしぶしぶ自転車の鍵を外していると、友人が近づいてきて一言、お前今日何した?と尋ねてきました。僕はまだ、誰にも今朝の話をできないでいました。その質問に不安になり、その友人になぜそんなことを聞くのかと、逆に問いただすと、僕の足元に、何かがまとわりついているのが見えていて、ただ、彼にはそれが何であるのかはわからず、ただすごく嫌な感じがするらしく、どうしても気になるので聞いてみたそうです。霊感があるとか、そういう類の話に、全く興味のない人だったので、少々驚きながらも、だからこそ、信用できる、と思い、とりあえず事情を説明することにしました。話を聞き終わった彼は、とりあえずうちに来い、と言いました。他になすすべのない僕は、彼の言葉に従い、ついていくことにしました。そして、彼の家に向かう道中に聞いた話によると、彼の家は一家揃って霊感が強く、特に妹は特別で、その道にスカウトされたこともあるらしいのです。まだ実害もなく、そんなに深刻に思っていなかった僕は、そんな大層な人に見てもらわなくても、と思いましたが、せっかくなので、払ってもらえるのなら払ってもらおうと思い、彼の家でその妹さんと会ってみることにしました。しかし、家に着くと彼の父親が玄関に立っており、すまんが帰ってくれ、というのです。僕は訳がわからず、友人に助けを求めてみましたが、その友人も困惑していました。せめて事情を聞くだけでも、と、掛け合ってもくれましたが、ダメだ、帰ってくれ、と冷たく言い放たれ、仕方なく僕は帰路に着きました。ついてこいと言われたのに、玄関にもあげられず、邪険に追い払われた僕は、非常に腹が立っていました。とりあえず、家に帰ってすぐに先ほどの彼に電話すると、なかなか出てくれません。1分ほどコールした後、ようやく電話口に出た彼は、ただ謝るばかり、何も話してはくれません。それでもしつこく聞いていると、彼は父親に絶対に教えるなと言われた、とだけ話してくれました。しかし、そう言われると余計に気になるものです。ただ、もうその夜できることはなかったため、僕は床に着くことにしました。その夜は怒りのせいか、疲れのせいか、恐怖心はなく、スーッと眠ることができました。夢を見ました。鼻をつくつんとした匂いが漂っています。遠くに踏切があって、あの音が鳴っています。僕はそれを見つめるだけで、全く動くことはできません。次の日も同じ夢を見ました。状況は全く同じ。ただ、少しだけ踏切に近づいています。毎日同じ夢を見ます。だんだん、踏切に近づいていきます。それから数日、彼から無理やり話を聞き出したところ、僕と自殺した男は一つになっている、そうです。男は死ぬ直前、僕と目が合った時に、理由はわかりませんが、花束を置いたのが僕で、それも意図的であると直感し、憎んだそうです。そして、同時に罪悪感を抱いた僕の感情と、彼の感情がリンクして、僕に取り付いた、むしろ混じったらしく、これは並大抵の力ではどうすることもできず、中途半端な力では飲み込まれてしまうそうです。結局、僕は話を聞けたものの、どうすることもできず、今夜も眠らないように過ごしています。原因は誰でも持っているような、小さな好奇心でした。ただ、人の命が関係するときには、その好奇心は眠らせた方がいいと思います。でないと、僕と同じような目に遭うことになってしまうかもしれないのですから。去年の3月のこと、俺は高校を卒業し、大学へ通うようになるまでの数週間、暇を持て余して、ひたすら遊び歩いていた。そんなある日の夕方、友人、A、から、暇だからドライブ行こうぜ、という電話がかかってきた。俺は、やろう二人で夜中にドライブとかアホか、と答えると、A はまあいいからとりあえず来いという。断ってもどちらにしろすることがない俺は、とりあえず A との待ち合わせ場所に向かうことにした。待ち合わせの場所に着くと、A が親から借りたらしい車に乗っていたのだが、なんと A は一人ではなく、車内に女の子が二人いる。二人ともどこかで見たことがあるなと思ったら、俺たちと同じ高校の隣のクラスの生徒だった。事情を聞くと、A がダメ元でメールして誘ったら、意外なことに、あっさりドライブへ行くのを OK してくれたらしい。女の子二人は、仮に B にとしいことしておく。四人でとりあえず、ファミレスでちょっと早めの飯を食い、どこへ行くかという話になったのだが、こんな田舎に遊びに行けるような場所もなく、意味もなく、
海を見に行こう、という話になった。車を走らせ車内でワイワイやっていると、シーコが自分の携帯を見ながら半笑いで、ちょっとやめてよ、誰こういうことするの？と言いながら、自分の携帯画面を見せてきた。そこにはメール画面が映し出されており、次の信号のある交差点を、と、文字化けした記号の中に文章がある。差出人を見ると、通知不能、と表示されており、わけがわからない。俺はメールなんてしていないし、A は運転中でできるわけがない。B にはそもそも C 子の隣に座っていたので、メールをすればすぐにわかる。が、当時の俺はそこまで頭が回らず、誰かがいたずらしたんだろうと思い、面白そうだから指示通りにしてみね、とふざけ半分に提案した。多分この時、みんながみんな、3人のうち誰かがいたずらしているんだろう、と思っていたのだろう。すると A も B にも C 子も、面白そうだからと同意した。U ターンしてきた道を戻り、メールがあった地点の交差点を曲がってみた。そのまま道なりに進みながら、俺たちは、誰だよー、などと笑いながら、犯人探し、をしていたのだが、5分ほどすると、またシーコの携帯が鳴りメールが届いた。そこにはやはり通知不能の差出人で、あ、次の信号を左そのまま直進でよ。と書かれている。そしてさっきと同じように、指示通り進んだ。しばらく進むと、B ミが面白半分に、〇〇くん、俺、が犯人じゃないの？と、俺を疑い出した。確かに、C 子と B ミは後部座席で、隣り合って座っているので、メールするのを見逃すとも思えない。A は運転中なのでメールするのは無理そうだし、前を向いているので俺が見えない。助手席にいる俺は、3人の死角にいることになる。確かに一番に疑われて当然かもしれない。もちろん俺はやっていない。そもそも C 子の目跡を知らないのに、できるわけがない。俺は、いや違うって、ほんと俺じゃねえし、と弁解し、じゃあ全員携帯を見える場所に出そうぜ、それでメールが来るかどうか確認しよう。まあ俺たち以外の外部の誰かが、いたずらでやってたとしたら、それでもメール来るがなぁ、と提案した。誰が犯人であれ、これで少なくとも、外部のやつか3人のうち誰かかはわかるはずと、その時の俺は思った。全員がドリンクホルダーのところに携帯を置き、しばらく車を進めていると、メールは来た。しかし、今度は C 子ではなく A の携帯にだった。そこには、〇〇書店の連交差点を左？やけに指示が具体的だ、が、俺はみんなに俺の予想を説明した。これ、俺たちの知り合いの誰かが、いたずらでやってるんだよ。その場にはいなくても、ルートを指定していたのはこのメールなんだし、どこを曲がれば、次に何があるかなんて分かってて当然だろ？と。そして、こうなったら、最終的にどこに着くのか確認してやろうぜ。と、女の子の手前強がってみせた。A も、だよなぁ、とノリノリで答えたし、B ミと C 子も、でも怖い、とか言いながらもノリノリだった。しかし、当時の俺は気づかなかったが、この説には致命的な欠陥がある。そもそも、最初のメール時にどこを走っていたのか、が、わかるわけがないので、遠隔地から、具体的指示など出せるわけがないのだ。しかも、実は最初にメールが来てから、交差点をいくつか通り過ぎていたので、一応 U ターンしてメールが来た場所らしい、交差点まで戻って曲がったのだが、うろ覚えなので、そこが本当に指示通りの交差点だったかどうか、わからず、完全に指示通りに来ていたかどうかも怪しい。自説の欠陥に気づくこともなく、その後も俺たちはメールの指示通りに進み、とうとう人気も明かりもない、参道へと入っていってしまった。途中、トイレ休憩ということでドライブインに寄った時、俺は A にこっそりとこう聞いてみた。で、誰にメールするよう指示したんだ？俺は A が、そういう演出、をしているんだと、思っていたわけだ。すると A は、いや、俺じゃねえし、お前が誰かにやらせてるんじゃなかったのか？と言ってきた。結局、どっちも犯人ではないことがわかり、じゃあ B ミか C 子が誰かに指示してるんだな、という結論になったので、後で聞いてみることにした。車に戻り二人に事情を話したのだが、二人とも俺か A が指示していたのだと、思っていたという。嘘をついている様子もないし、むしろ俺たちが犯人じゃないことに、驚いているようだった。なんとなくそれで、車内の空気が微妙になってしまったのだが、気を使った A が、まあゴールしてみればわかるだろうし、進もうぜ、とみんなを励ました。それからも人気のない参道を、差出人不明の、怪しいメールの指示通り進んでいると、今度は俺の携帯にメールが来た。次の Y 字路を左 B、C。道を進んでいくと確かに Y 字路はあった。が、俺たちは進むのを躊躇して車を止めた。指定された道は舗装もされていない真っ暗な林道で、道幅も狭く、一度入れば U ターンすることすらできなさそうだ。
しかも、正規の道ではないのか、カーナビにも道が映っていない。ついでにその道の入り口の脇には、上半身部分が欠けてなくなった。道祖神のような石像があり、さらに不気味さを演出している。B ミが不安そうに。本当に進むの?と聞いてきた。俺もさすがに不安になり、これはちょっと、やばくね?と言った直後、突然 A が車を発進させ、問題の横道へと車を進めていく。俺は慌てて、おいえい、ちょっと待てって、一度車止めろよ、と肩を揺すったのだが、A はそれを気にもせず、どんどん脇道へと入っていく。B ミも C 子も軽くパニックになり、ちょっとふざけるのはやめて、と怒り気味に言っている。俺は A の顔を覗き込んだのだが、A の様子が何かおかしい。目はうつろで表情もなく、これだけ周囲で大騒ぎしているのに、そのことを気にする様子すらない。何かがおかしい。そう思った俺はとっさに体を乗り出し、クラクションを押しながら、思いっきりサイドブレーキを引っ張った。車がガクンと揺れて止まり、というけたたましいクラクションの音が、真っ暗な山道になり響いた。すると、A が突然、うお?と言い、正気に戻ったのか、辺りをキョロキョロしながら、ちょ、なんでこの道に入ってんの?と言い出した。車は舗装された道から、20メートルほど進んだところで止まっている。俺と B ミと C 子は、A に何考えているんだと。悪ふざけにも程があると言ったのだが、A 本人は自分が車を動かしたという、自覚すらないのか。え?え?どうなってんの?と、キョトンとした顔で言っていて、会話が全く噛み合わない。するとその時、まだドリンクホルダーのところに置きっぱなしだった、全員の携帯が一斉になり出した。おのおのが携帯を確認すると、全員同じ文章のメールが届いていた。ああ、そのまま、右直進、急げ、もう。4人でメールを確認し合い沈黙していると、C 子が、これ、どうなってんの?と頭を抱えて泣き出してしまった。B ミは耐えているようだが、明らかに涙声だ。するとまた全員の携帯に一斉にメールが来た。こっちに来い、お、早くしろ。もう何が何だかわからなくなった俺は、A に、とりあえず元来た道に戻ろう、と言った。A も、だよな、なんかこれはさすがにやべえよ、と車をバックさせようとしたのだが、と音がして、クラッチを踏まずにギアを入れようとしたような、変な音がするばかりで、一向に車が後ろに進まない。あれ?おかしいな、どうなってんだ?A が不安そうな顔で、必死でシフトレバーをバックに入れようとしているのだが、どうしてもシフトレバーがバックに入らないらしい。走行していると、かすかに曲がりくねった道の先から何か音が聞こえてきた。俺は A にちょっと静かにしてみてくれ、と言って窓を開けて耳を澄ましたのだが、確かに何か聞こえる。遠すぎてはっきりとしないが、かすかに。と鈴を鳴らすような音と、複数の人が枯葉を踏んで歩く音が聞こえてきた。何かがこっちに近づいてきている ?B ミが俺に。どうしたの?何か聞こえるの?と不安そうに聞いてきた。俺は、わからないけど、何か鈴の音みたいなのと、足音みたいなのが聞こえてくる。と正直に答えた。隠すと逆に余計に不安にしてしまうんじゃないか、と思ったからだ。B ミはそのままそれ以上追求せず、まだ泣いている C 子を慰めていた。俺はもう一度 A に、まだバックできそうにない?と聞いた。A は、無理っぽい。どうなってんだよ、と答えた。この時、3人からはわからなかったようだが、俺は完全パニック状態になってしまっていた。そして、何を思ったのか、音の正体を確かめてくる、と言って、3人の静止を全く聞かずに、一人で車を降りて走り出した。パニックになると、人は意味不明の行動を取る時があるというけれど、この時の俺はまさにそれだった。しばらく真っ暗な道を走っていると、鈴の音と足音が大きくなってきた。そしてさらに進むと、10メートルくらい先に人影が見えてきた。俺は、なんだ、人じゃん、と思い、声をかけようとしたが踏みとどまった。理由はわからない。わからないのだが、その人影を見た時に、異常に背筋が寒くなるというか、今まで感じたことのないような、悪寒と恐怖心を感じたからだった。それ、は白っぽい服を着た集団で、棒のようなものの先に、たくさんの鈴がついたものを持っていて、それが歩くたびになっているらしい。人数は10人くらい。ただそれだけなのだが、俺は、それ、を見た時に、あれはやばい。近づいてはいけない。早く逃げないと、と心の底から感じていた。今から考えると、外見上の何かからそう感じたのではなく、その集団の雰囲気というか気配というか、そういうものが、俺にそう感じさせていたんだと思う。理屈じゃない。とにかく俺は、ここから早く逃げないと、と、後ろを振り返ると全力で来た道を走り出した。
車まで戻ると、俺は A に、シフトをニュートラルに入れて、外に出て俺と一緒に車を押せ。B には、運転席に乗ってハンドル持っててくれ。理由は後で話すから二人とも早くしてくれ。と錯乱気味に言うと、俺も A と一緒に車を押した。A と B には、後から聞くと、俺のものすごい取り乱した状態に押されて、理由を聞く余裕なんてなかったらしい。車がゆっくりと動き出した、後ろからは鈴の音が徐々に近づいてくる。鈴の音が近づくたびに、俺はどんどん焦ってきて、もっと押せ、早く、と怒鳴り声を上げていた。車が10メートルくらい進んだ頃、車内から C この悲鳴と B 見の、何かよくわからないけど早くして、という絶叫が聞こえてきた。どうも車の中に置きっぱなしの俺たちの携帯が、さっきからずっと鳴りっぱなしで、メールを受信し続けているらしい。さらに車を押し続け、もう少しで元来た道に出るところまで来た時、クラクションが大きく鳴らされた。俺と A がふと運転席の方を見ると、B ミがボロボロと涙を流しながら、道の奥の方を必死で指さしている。俺と A が後ろを振り返ると、さっきの、それ、がもうすぐそばまで来ていた。距離としては7から8メートルくらいだろうか。全身の毛がそう毛立つとは、このことを言うのだと思う。俺も A も B ミも C 子も、今まで感じたことのないような恐怖心を感じていた。俺と A は汗だくになりながら、全力で車を元来た道に押し出すと、大急ぎで後ろを振り返ることもなく、車に乗り込んだ。そして、B ミがそのままものすごい勢いで車を走らせ、その場から逃げ出した。車はさっき寄ったドライブインにたどり着いた。俺も A も B ミも C 子も、何かが吹っ切れてしまったように、放心状態で車内で黙り込んでいた。ふと俺は自分の携帯が目に留まり、画面を見てみた。メールが37件も溜まっている。中身を見てみると、すべてあの文字化けしたメールだった。そして、最後のメールにはこう書かれていた。許さない。背筋がまた寒くなった。俺は3人に、メールの内容を見ないで、そのまま消すように言うと、朝になったら、近くの神社でお祓いしてもらおうと提案した。その後、街中に戻りファミレスで朝まで時間を潰し、俺たちは近くの神社でお祓いをしてもらった。結局あの集団の正体はわからない。そもそもなぜあんなメールが来たのか、なぜ俺たちなのか、あの集団が俺たちに何をしようとしたのか、すべてが何もわからない。お祓いの時、すべての事情をありのままに話したのだが、神社の神主さんも、こんな話は聞いたことがないと首をひねっていた。ただ、お祓いが聞いたのか、その後俺たちには何も起きていない。俺はオフロードバイクで、ソロツーリングするのが趣味だ。連休にはよく一人で遠出する。今年のお盆休みに、九州の南端目指して、3泊4日の予定でツーリングに出発した。もちろん、高速道路をひたすら走って、目的地に着いても面白くない。途中に絶景ポイントや、美味しそうな林道を絡めつつ走るのだ。1日目は主に高速を走る。エンジン回調。時速100キロ超えると、以前のクラッシュの影響か。若干前輪がブレるが、まあ大丈夫。福岡の友人宅に泊まる。2日目、主に下を走る。途中温泉に入ったりしつつマイペース走行だ。阿蘇で写真もたくさん撮った。だが、少し寄り道しすぎたらしい。目的地にはまだだいぶあるが、夕方になってしまった。現在地、熊本と宮崎のちょうど真ん中あたり。予定では鹿児島に入ってるはずだった。高速使うか？しかしこの先に某スーパー林道がある。俺が楽しみにしていたステージだ。別に宿を予約しているわけでもないから、急ぐ必要もない。迷わず林道へ向かった。峠のワインディングは、景色も素晴らしく、満足いくものだった。やはり非日常を味わうには旅が一番、などと思いながら峠を下り切ったところで一服。川が涼しげに道の向こうを流れている。と、その川に小さな橋がかかっている。先にはこじんまりとした神社。そして神社の脇に、向かいの山へと続く砂利道。まだ日はある。オフ乗りには美味しいフラットなダート林道だ。入らない手はない。民家もないし他のライダーとも全く出会わない。少々分回しても迷惑にはならないだろう。俺はゴーグルを下げ、ツーストサウンド全開で走り出した。先の読みやすいコーナーを、足を出してカウンター当てながら曲がる。楽しい。万一転倒してもガードレールはないが、アウト側の木々がその役目を果たすだろう。だが夢中で走っていたら、いつの間にかオーバーペースになっていたようだ。高速コーナーでリアをスライドさせすぎ、マシンが真横を向く。本能的にバンクを戻し、立て直そうとするもスピードが乗りすぎていた。次の瞬間、ブロックタイヤが路面を噛み込む。しまった、と思う前に、マシンは強制的に引き起こされ、俺は空中に放り出された。
頭の上を飛び越え、逆さまに地面に叩きつけられる愛車が見えた。やっちまった。幸い路面に沿って投げ出されたおかげで、気合輪に突っ込むことはなかった。しかしさすがにあちこち痛む。ゆっくり起き上がる。骨に異常はないみたいだ。ふらつきながら、先の方に転がっているバイクに近づく。ウィンカーやミラーは脱落し、メーター周りは粉々だ。それでも一応、キックでエンジンをかけようと試みたが、予想通り無反応。Fフォークもねじれて、タイヤを挟み込んでいる。あたりはすでにかなり暗くなってきていた。携帯はもちろん圏外。仕方ない、歩いて下るか。バイクを邪魔にならない場所に引きずり込み、ジャケットを曲がったハンドルに引っ掛け、リュックを背負う。絶望的な気分で、懐中電灯の明かりを頼りに歩き始めた。もう3時間は歩き続けている。おかしい、もうあの神社のある場所に出てもいいはずだ。右手に夜空、左手に山の斜面を見続けて歩いているのだから、間違いないはずだが、もしかして気づかないうちに脇道に入ったか？地図を広げてみたが、もはや何の役にも立ちそうになかった。暗い。雲が出ているのか月の明かりすらない。そして街の明かりも、懐中電灯がなかったら、谷底へ転落してもおかしくない。少し休もうと思い、腰を下ろしてタバコに火をつけた。近くで川の流れる音が聞こえるが、入り口にあった神社は見えない。やはり間違ったルートを下ったようだ。しかしどの道今夜は野宿だ。もう歩きたくない。あとは明るくなってから考えよう。万一車やバイクが通っても、惹かれる心配のない場所を探して野宿しよう。そう考え再び歩き出した。しばらくすると急に道が開け、今まで見たことのない風景に出くわした。そこにいきなり村が現れたのだ。もちろん明かりのついた家は全くない。廃村だ。どうやら途中で枝分かれした、この廃村へと続く道を歩いてきたらしい。辺りを照らしてみると、木造の半壊した建物ばかりだ。赤錆びた給水塔らしきものも見える。かなり昔に放置された村らしい。不気味ではあったが、面白くもあり少し見て回った。かなり小さな村、というか集落の一部のようで、狭い範囲に5、6個ほどの、小さい民家が斜面に並んでいる。そのほとんどがツタに覆われ、壁の一部が崩れ去り、部屋の中が見えるような状態だった。玄関に施錠はされているが、意味はなさそうだ。集落の中央には石段が通っていた。井戸が何箇所かあり、蓋が閉じられている。記念に数枚写真を撮った。そして比較的まともな一軒の玄関にもたれ、顔にタオルを巻き、虫除けスプレーをかけて寝ることにした。地面に直に寝転ぶのを考えたら、それでもかなりありがたく思える。もうくたくただ。すぐに睡魔が襲ってきた。何か気配を感じて目が覚めた。俺が今いる玄関の中からの気配。いや、気配ではなく音がするのだ。ゆっくり何かが中を歩く音。最初はただのやなりかと考えたが、ゆっくりとしたリズムを刻み、床を踏む音がかすかに聞こえてくる。玄関の上半分はすりガラスで、中の様子は見えなかった。まさか人がいるのか？この廃墟に人が住むとは考えられなかったが、確かめようと思い、寄りかかったまま玄関に耳を当てた。間違いない。この家の中を歩き回ってる者がいる。いつの間にか月が顔を出し、不気味に廃墟群を浮かび上がらせていた。急に自分の置かれている状況が、ひどく恐ろしいものに感じられた。当然だ、こんな時間にこんな山奥の廃墟に、人などいるはずがないからだ。心拍数が跳ね上がるのがわかる。得体の知れない何かがすぐそばにいる恐怖。今度は少し離れたところから音がした。目をやるが何も見えない。緊張感からか身動き一つ取ることができない。額から汗が流れる。初めて金縛りを経験した。目だけを動かし周りを見渡す。すると俺の今いる場所の正面、少し低い場所にある家の窓に、月明かりで浮かんだ黒い影が、すっと横切るのが見えた。また少し間を置いて横切る。影が往復しているように見えた。歩き回っているのか？俺の背後の家からも、相変わらず音が聞こえている。もはや俺の中の恐怖心は、耐え難いものになっていたが、何しろ、体が石のように固まって動けない。それに少しでも動いて、この廃墟の中に住む何かに存在を悟られれば、大変なことになる気がする。目を動かし様子を伺う。暗さに目が慣れたのか、先ほど物音がした方を再び見ると、井戸が見えた。蓋が地面に落ちている。そしてついに俺は見た。井戸の中から目だけを出して、こちらを見ている女の顔を。ああ、前の家の窓にも、白い顔が張り付きこちらを見ている。そしていつの間にか足音は闇、俺の背後のすりガラスにも、顔が張り付いて目玉をこちらへ向けている。うわぁ、思わず声が出た。その瞬間、体が動くようになった。めっと押しつかみ、全力で来た道を駆け戻る。
懐中電灯を使うことも忘れ、月の光を頼りに森を走った。とにかくあの村から遠ざかりたかった。脇腹が痛くなるまで走り、あとは歩き続け、朝になるのを待った。とても立ち止まる気にはなれなかったからだ。東の空が明るくなるのと、町にたどり着くのとはほぼ同時だった。その日の始発高速バスに乗り、帰ることにした。バイクは地元の業者に引き上げてもらい、廃車。体もあちこち打撲だらけで、まさに呪われたツーリングとなってしまった。この出来事を思い出すと、本当に幽霊の類は存在するような気がする。あまりにリアルな体験だった。あと、この廃墟を撮影した写真に、幽霊らしきものは写っていなかった。しかし確認してみて、なるほど、これは怪奇現象も起きると思った。当時気がつかなかったが、廃墟の後ろの一段高くなった場所に、苔むした墓石が何ちゅうか、フラッシュに浮かび上がっていたのだ。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。